アプルモンは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ県のコミューン。ビカワ県北西部に位置し、シャランから約17キロメートル離れている。海岸に沿って流れる河川である、ビカワが町を横切り、町の上流には、貯水目的でダムが形成されている。ガリア時代から人が定住し、ビカワの浅瀬に面していたためにガロローマ時代も相対的に重要な場所だった。 フィリップ・シャボド・ブリオンは中世の古い要塞を遺産として手に入れた。それはビカワを見下ろす町の南側の岩の路頭の上にあった。彼はこの古い要塞の基礎の上にルネサンス様式の城を再建することにした。フィリップ・シャボはフランスは一世と共に育てられ良い教育を授けられていた。彼はイタリア戦争の多くに参戦しパビアの戦いでは 王と共に捕虜となった。フィリップは王の釈放を求めて交渉した。この褒美として彼は海軍の最高責任者であるフランス帝徳となった。王に対して陰謀を企んだことが公になると、フィリップ・シャボは幸運を失い、財産や称号が没収され、非常に重い罰金を払わねばならなくなった。王はフィリップに好意的に裁判のやり直しを命じた。 これを契機にフィリップは復権した。しかし、没落の過程に大きく影響を受けて、健康を損ね、彼は翌年に休止した。王はアプルモンの城をジャンド・ブロスと交換した。ブロスは妻アンヌが、フランス王は一世の愛称であり、豪勢を誇示する祝宴を行った。ブロスは弱死なく、死んだため、城は、ラトレモイユケ。 その後、モンモランシー・リュクサンブール家が継承した。ユグノーハントがリエの戦いで勝利すると、サンジル・クロアドイコールビで夕食をとった、ルイ13世は1622年4月16日から17日にかけての夜をアプルモン城で過ごした。シャルル・ポール・シジスモンド・モンモランシー・リュクサンブールは、伝道を達成させるために、ルエシ祭と呼ばれた。 城を維持するのにあまりに金がかかりすぎるため、落札者に対して、城の主要部分の石が資材として売られた。わずかな収入を得るために、城の主要部分は、こうして破壊されたのである。1960年まで、複数の所有者の間を転々とし、当時の所有者手帽家が城をコミューンに移動した。参照もと、 1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降、INSEE ハットリール EN2014。ありがとうございます。